バンク高校って本当にあるんですかねー。なんだかヴァンパイアと関わることになるし、私はちょっと苦手かもです。ということで皆さんこんにちは。ほむほむ相談事務所秘書の指導レミです。よろしくお願いします。ところで皆さんは魔法使いとかこの世の中にいないような存在を見た時ありますか？私はたまに見ますねー。パワプロの世界にも最近いろいろな登場人物が増えてるし、もうパワプロの世界は普通の世界ではないですね。あら、お客さんですかね。今回は誰が来るんでしょうか。どうぞ、入ってください。こんにちは。ミクリア真帆です。今回はよろしくお願いしますねー。真帆さんですね、よろしくお願いします。よろしくお願いしますねー。ところで今回の相談は何ですか。今回は私の正体について考察してほしいんです。私はどこから来てどのような行動をしているのか、そこまでの考察をお願いします。なるほど。確かにこの考察はやってほしいという意見がとても多かったですからね。やってみる価値はありですね。それじゃあお願いしますね。了解です。それでは早速開始させていただきます。開始します。それではこれからミクリア真帆は何者なのかの考察を開始させていただきます。まず、真帆さんとはどのようなキャラクターなのかを軽く説明させていただきます。真帆さんの初登場はパワプロアプリのバンク高校セカンドブラッド。セクション2の開始時に転校生として登場しますね。自身をミサさんのファンで、お世話係という話をしますね。この時に主人公は転校生が来る話を聞いていないと言っていたけど、ミサ様はそのことについては話していたと言っていますよねー。しかも、デッキにセットしていた場合は実はずっと仲良しだったと言って、ミサさんが、そんなはずはないと思うのだが、と言いますが、すぐに、いや、そうであったな。確かに、世話になっていた、というセリフを言いますね。内藤さんの体温が上がったシーンではミクリア家秘伝の漢方薬を飲むことで、3日後に熱暴走は止まるといった感じで、少し不思議な人物になっていますね。確かにいきなり転校してきて実は知っていたとか、なかなか不思議なキャラクターですね。それじゃあこれから真帆さんの行動を紹介しながら考察していこうと思います。バンプのシナリオでわかることは、なんでこんなところまで来たの？これから食事をするならもっと遠くで調達して、このようなセリフは誰に言っているのかというと、バンク高校最大の敵、ヤーノシというキャラに言っているんですよ。ヤーノシは簡単に説明すると内藤さんをゾンビにした人物ですね。あと、伝説の吸血鬼を取り込んだアークヴァンパイアなんだよね。このバンク高校セカンドのシナリオでの真帆さんの行動は、ヤーノシを利用して何かをしようとしていた、ということだけですね。ヤーノシをどう利用していたのかな。次に円卓高校の真帆さんですね。円卓高校の真帆さんは簡単に言うとエビル高校のスパイ、円卓ルスを操作して主人公たちを聖杯に導いていましたね。モードと一緒に聖杯を探させたってことか。それじゃあ次にエビル高校での真帆さんですね。エビル高校では闇のによって魂をロックされます。甲子園決勝前に何かを思い出そうとしているシーンがあり、最終的に記憶を取り戻しますね。ざっくりですが、シナリオの真帆さんはこのような感じですね。でもこれを見ただけじゃ何者かなんて全くわかりませんよ。それではこれから真帆さんを考察していきます。まず、なぜ円卓高校とバンク高校にこのキャラクターが存在しているのかというところですね。このキャラクターはエビル高校の冒頭で、これでノルマは達成したでしょ、約束は果たしてもらうわよ、というセリフ。このセリフから考えられることは、闇のに協力することで自分の目的を果たすことができるということ。闇の3は各高校の選手をソウルジェイルに封印していたことから、真帆さんもそのことに協力するために行動をしていたと考えられます。ということは円卓とバンプに潜入したのも、闇のに協力するためってこと。おそらくそうだと考えられます。なるほどねー。さらに天空強化のシナリオではレイリーに、正体は知っている、闇のは裏切る、魔法を使うな、という発言から、考察できることもありますね。レイリーが正体を知っているというセリフから、レイリーが話すことは全て真実だと考えられます。つまり、闇のが裏切るにもかかわらず真帆さんは闇のに協力すること。それを考えるとよほど重要な目的と考えられます。次に真帆さんが魔法使いということですね。真帆さんの告白シーンでは主人公の力がいきなり抜けたり、バッドエンドでは主人公の記憶が完全に消えてしまいます。また、真帆さんはエビルのエンドで、
この時空で付き合っている、というセリフ。バンプ高校ではすでに仲間になっていることに違和感がない。このことから真帆さんの魔法は、人の記憶を操作できる、人の力を無力化できる。そして、時空か時間を移動できることがわかります。なるほどねー。それで闇野に協力していたんだねー。でも一番の疑問は闇野に協力してどんな目的を達成しようとしたのかってこと。あと、私はどこで生まれた人物でなぜイビルにいるのかということですね。了解です。確かにそれは気になるところですね。まずは、真帆さんの真の目的についてですね。まず、真帆さんの真の目的は先ほど話しさせていただいた通り、闇野にソウルジェイルを届けることではないと考えられます。真帆さんの本当の目的はデートイベントで少し予想できるんですよ。というと、真帆さんはとある花に対して反応をするんですよ。その花こそがアスポデルス。この花は、不死の花、死者の花と言われ、冥界の丘に咲く花と言われているんですよ。生ける屍の水薬の原料にもなるということですね。ゾンビってこと。また、エビル高校の時にデートした場合は、その花をどこかで見た時がある。主人公がその花を取ろうとした時に嫌な予感がする。花を見ていると鼓動が速くなる。それと同時に温かい気持ちが同時に湧いてくる。というようなセリフがありますね。どうしてそんなこと。真帆さんはクリスマスなどのセリフからこの世界の人間ではないことがわかります。つまり、この花が咲いている世界である。別の世界に目的があるのではないかと考えられます。この花を見た時に温かい気持ち、鼓動が速くなるというセリフから、自分自身のふるさと、もしくは大切な人が亡くなってしまったのではないかと考えられますね。確かにその花を知っているということ。誰かを蘇らそうとしているんですかね。エピローグではやるべきことがあるので主人公の前から消えます。これは闇野に魔力を提供して自分自身の目的のための情報を聞き出すこと。闇野は様々な世界に移動でき、様々な時間をおそらく経験しています。このことから考えられるのが闇野から自分自身の世界の情報、もしくは大切な人の情報を聞き出すこと。ただ、アスフォデルスで死者を蘇生させようとしているならば、ある特定の人物を生き返そうとしているのではないかと考えられます。つまり、闇野にその人物を生き返らせる方法、もしくは生き返らせるため、闇野に協力してその情報を聞き出すためにエビル高校にずっといたのではないかと想像。真帆さんが生まれた世界は主人公たちがいる世界ではなく、別の世界と考えられます。その別の世界がどこなのかが気になる。真帆さんの名前の元ネタは、オズ真帆とも読めることから、おそらくオズの魔法使い。つまり童話でよくあるファンタジーのような世界が真帆さんのふるさとなのではないかと考えられます。SR 以上のイラストでは自分自身のふるさとに別れをつけるようなイラスト。やはり故郷で何かあったと考えるのが自然です。そこでアスフォデルスの花を知っていることから、死、についての出来事があった。つまり、真帆さんは自分の故郷の大切な人が死亡し、その人物を生き返らせるために情報を持っている闇野に協力。様々な高校でソウルジェイルにとってプラスの要素を集め、闇野に協力していた。と考えました。なるほどねー。まあでも大切な人ではないにしろ、ふるさとで誰かが死んでしまったのではないかと考えられますね。真帆さんに関してはまだ故郷も判明していないし、大切な人も判明していないので、憶測になってしまうのですが、今回はこのような結論にさせていただきます。わかりました。それではまとめいきます。真帆さんのふるさとはファンタジーのような世界で、主人公とは別世界に住んでいた魔法使い。自分自身の故郷で人が死んでしまったことによって闇野に協力し、蘇生させる方法を聞き出そうとした。なのでイビル高校で闇野に協力していた。と考えました。なるほど。私に故郷があったとはね。闇野に協力していたけど、闇野ではなくイビルキャップは本当に厄介。あのキャップさえなんとかなれば。どうしたんですか？何か思うことがあるんですか？いえ、なんでもないですよ。ということで指導さん。私の記憶を少し消させていただきますよ。なんですか？それじゃあね。なんですか？あれ、なんだか真帆さんと話をしていたような。でもどんな話をしていたか。なんでしたっけ？最近日和さんの時もありますし、疲れている気がしますねー。パワプロ2020のオープニングの収録もちょっと大変でしたし、
有給消化でもしましょうかね。ということでこの動画を終了させていただきます。それでは、さよならです。